はい、こんにちは。今日はね、10月の24日、日曜日ですね。で、このようにですね、ここの苗カップに、1,2,3、つるありスナップエンドウを植えましたと。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 カップ植えましたと。さらにここを耕して、この支柱の根元につるありスナップエンドウの種をまいて、でこの緑の刻んであるのはニラですね。猫よけ、猫の忌避になるかどうかのテストと、まあ多分ならんでしょうということですね。はい。でまあこういうことで、でこちらのプランターですね、ちっちゃいプランター、小プランターはニラの種をまくと、まきましたと、完了形ね。でこちらの大きいプランターは、あそこの苗カップの苗をこのプランターに移植するとですね。こちらの網の下は、これ大根、大根の種がまくと、こういうことですね。はい。で、こういうですね、オレンジが、黄色くなっているということですね。こっちのオレンジが去年剪定して手の届きやすい位置でオレンジが取れるようにしましたと、こういうことですね。はい。と柿ですね。柿もぼちぼち30個ぐらいかな。袋かぶせ、鳥よけで袋かぶせたら30個ぐらいになっていると。で、みかんと、まあ、柿ですね。はい。で、これが佐藤錦、さくらんぼの木ですね。これ大きくなるので、どこかに移植する予定ですと。ということですね。でこっちの西面に関しては、いろいろ菜の花とか大根とかいろいろ植えてありますと。あのカバーは猫が掘り返すのでカバーをかけているということですね。まあ、この指導、この指導ですね。指導。はい。じゃあ以上です。10月24日でした。報告以上。